サーブ105スウェーデン空軍サーブ105サーブ105はスウェーデンのサーブ社が開発したジェット練習機。1950年代、サーブ社はビジネスジェット機にもなる多様と小型ジェット機、サーブ105の自社開発を行っていた。1960年代に入るとデハビランドヴァンパイアの後継となる練習機を探していたスウェーデン空軍の目にサーブ105が止まり、 自国航空作業育成の点からもサーブ105を Z 練習機として採用することにした。発注は1961年12月に行われ、試作機は1963年6月29日に初飛行に成功。SK60A として100機が製造されることとなった。サーブ105操縦席は左右に座席が並んだ並列複座であり、エンジンは 胴体脇に2機装備し、尾翼は T 字である。主翼は高翼配置で、後期型はコイン機としても使えるようになっており、固定武装はないが、主翼下に3枚のパイロンがあり、増装や爆弾を取り付けることができる。初期は、ボルボフリューグモートル社が、ライセンス生産していた、チュルボメカオービスクテイバイパスヒターボジェット2機を、 搭載していたが、アップデートモデルで、ウィリアムズ海 J44 へと換装された。オーストリア空軍のサーブ 105SK60A は、非武装の練習機として、1966年からスウェーデン空軍に配備が開始された。1970年代に入り、一部の機体は、軽攻撃機としても使用できる、SK60 バイトび、SK60C に改装された。 スウェーデン空軍向けには、総計150機が生産され、スウェーデン空軍のアクロバットチーム、チーム60でも、当機を使用している。サーブ社はエンジンを強化したサーブ 105XT を開発し、それに準じたサーブ105がデハビランドバンパイアとサーブ29トゥンランの後継機として、オーストリア空軍に採用された。最初の機体引き渡しは1970年7月に行われ、 その後1972年までに40機が製造された。2019年時点でも運用コストの安さから12機を運用しているが、10機で胴体コブとビブをつなぐボルトにひびが見つかり、2020年2月3日まで飛行停止措置が取られた。展示されるサーブ 105G 出展、初言は次及び外部リンクより、初言性能武装。ありがとうございます。